キントップ、19世紀後半のチベットを倒査した湿気無人のパンディットパンディットは19世紀後半の英英領インドでイギリスのためにインドの北方地域での探検、倒査に従事した現地出身者。秘密裏に測量を行う訓練を施され調査を行った。19世紀の地理学上の一大創挙にインド大三角測量と呼ばれるイギリス領インド帝国で行われた。 測量事業があった。当時、イギリスは、インド北方の地理情報も求めていた。これは、単に地理学上の関心だけが背景にあったわけではなく、それに加えて、ロシア帝国が中央アジアへその支配を広げつつあり、やがて当時イギリスの植民地下にあった、インドの富江もその職種を伸ばしてくるのではないかという、イギリスのロシアに対する恐れがあった。当時、 イギリス人もロシア人もそれぞれアジアでの派遣拡大を図ろうとしていた。そのためこの地域の地理的な情報は、いわゆるグレート・ゲームという意味において喉から手が出るほど重要な情報だった。しかしながら一部の地域ではこれらの調査は不可能と考えられた。というのも、インドが国境を接したいくつかの国、特にチベットは、 イギリス人の調査隊は愚か西洋人が入国することすら許されない情勢にあったからだった。この調査の隊長を務めたトーマス・ジョージ・モント・ゴメリーは1860年代にこの問題の解決策としてシッキムといったインド北辺の国境地域の出身者を測量調査員として訓練してその地域の調査に差し向けるというアイデアに思い至った。現地出身者の密定であれば 現地で聖者として敬われるチベット仏教の僧侶や公益商人に扮することでヨーロッパ人よりも疑われなくて済んだ。これらの現地出身の調査要員はパンディットと呼ばれた。その最たる人物、キントプは当時はまだ太平洋に流れ込んでいるのか、あるいはインド洋に流れ込んでいるのか分かっていなかった、ヤルンツアンポ川が インド洋のベンガル湾に流れ込むガンジス川の支流、ブラマプトラ川の上流部であることを確認した最初の人物となった。ザ・パンディットこと、ナイン・シンダ・ワット周囲に不信がられないで済む、数々の測量手法が編み出された。パンディットは1マイルを正確に2000歩で、歩くよう補足の特訓を受けた。その際、歩を数え上げるのに、現地のヒンドゥー教徒やチベット仏教徒が使う。 マーラーとも呼ばれる術に少し細工を施し用いた。通常は108個の玉が連なってできているところ、その術は実は100個の玉からなり、さらに10個ごとに玉のサイズがわずかに大きいという代物で、100個ごとに一つの玉を詰まくることで歩数を誤りなく数え上げることができた。また、チベット仏教徒の巡礼は、オムマにペメフムとマントラを唱えながらマースマニシャ、 中にはお経が収められている、お手にしているが、パンディットはお経の代わりに、補足や観測データデータを、こっそりと書き付けておくための巻紙を、マニ社の中に仕込んでいた。パンディットの、ナインシンラワットはまた、その道中で何かしら興味を抱いた他の旅人が、話しかけようと、うっかり近づいてくると、祈りに吹ける巡礼がごとくその場でふに歩みを巡らせ、そういった手合いを交わすという術を用いた。 ほとんどの場合、このテクニックでこの手の連中をうまく巻くことができた。また、彼らは観察データを深海道中暗証することで、それを忘れないようにするテクニックも使った。パンディットには、測量を技術について、広範な訓練が施された。例えば、六分儀の使用方法、水を沸かしてその沸点から標高を割り出す方法、それらに加え天体観測の仕方も習得した。 さらに、パンディットは、医療の訓練も受けた。これらの用心や周囲を欺く術にもかかわらず、パンディットのうちの幾人かはその正体が露見し、突き返されたり、あるいは捕まって、拷問を受け、終わりには処刑される者もいた。しかしながら、彼らの調査業によって、ヒマラやチベットやその周辺地域の驚くほど正確な地図が、もたらされた。ジーニアスエは大辞典2001年。 ISBN 978から4から469041316ブリタニカ国際大百科事典小項目事典パンディットからコトバンクハットプンデットの意味使い方読み方ウェブリュ英和辞書プンデットの意味使い方英字ジローオンザウェブ歩くインドの言葉から来たイギリス英語のスラング俗語の使い方と例文を紹介イギリス英語を勉強するための専門サイトブリティッシュ英語 コム・ハット・バーハード1915、バッター・チャーリア2019、ABC ・セール2009、ABC ・リー・デイビス2012、ワーラー1990、薬師2006、P132 パンディットの著者、観光日、ウェブリオ自称兵庫文学館兵庫県ゆかりの作家、陳春新パンディット。ありがとうございます。